続いてはジュビロのリーグ戦です。人もボールもよく動いてタッチ数も少なく、それからゴールに向かっていく回数を今日は競争だという中で、まあ、我々のが、そのどれもが圧倒できたと思いますし、湘南に乗り込んだジュビロ。前半22分、川又のこのロングスローから山田が抜け出すと、エリア付近でためを作り、最後は走り込んでいた松浦。前半からジュビロが主導権を握ります。31分には山田がこの位置から強烈ミドル。これは惜しくも相手キーパーの好セーブにあります。いいシュートでした。いいシュートでしょ。狙い通りだったんじゃないですかね。さらにその6分後、松浦が相手3バックの横のスペースへ、再び山田。通車道の同級生コンビでチャンスを作りますが、惜しくもクロスバーに嫌われます。入り込めてるけどね、はい。試合は後半もジュビロペース。14分、中盤でボールを奪うと小川大輝がサイドを突破、最後は松浦に合わせますが、これは相手ディフェンスに阻まれてしまいます。すると26分、湘南のサイド攻撃、一度はクロスバーに助けられるも押し込まれ失点、先制を許してしまいます。その2分後、怪我から復帰の中村俊輔が6試合ぶりにピッチへ。しかし最後まで1点が遠いジュビロ。攻守連動に手応えはつかんだものの、決定力が足りず痛恨の2連敗です。結果が出てないので、もちろん満足も納得もしてませんけどね。神戸戦と違って今日の負けは、非常にみんなアグレッションにプレーできていたと思いますし、今日のようにボールも人も動くようなサッカーを繰り返していければもっと勝ちが取れると思いますし、まあ、もちろんね、こう健太郎が言ったみたいに、はい、悪い内容ではない、ただしこのゲームは絶対に勝たなければいけなかったという中では、はい、まあ、あれだけのチャンスあったんで、やっぱ決め切る決定力という部分がちょっと足りなかったのかなという感じがします、ね、最後質というところですよね。